どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、彼女も彼女の第10話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、キスの順番というところで、なぎさがですね、キスの順番のことをですね、 まあ特に気にしていたわけなんですが、まあこう自分の前に、こう先を、まあね、なんていうんだうね、先にキスをしてもらおうというところで、まあこうちゃんとね、こう先のことをですね、忘れる、忘れることなくですね、ちゃんとこう考えているっていうところが、やっぱりこう優しいというか、なんかそういうところがあるよねっていうふうに感じたりしました。まあとはいえですね、まあこう、なおのキスはですね、 すでにこう彼女ではない理科に先を越されているっていうことを考えるとですねまあこうまあ彼女である二人からすればねまあ何とも言えない気分になるところだよねっていうところっすよね <laughs> そうなかなか複雑ですよねすでにこう古屋のキスは奪われているっていうところに関してはなかなかねどう何て言うんだね先が先でもね渚でもどっちが先にやったとしてもこうまあ2番2番目になる っていうところに変わりはないっていう話ですからね。そう。まあ結構複雑な気分になっちゃうよねっていう話で。またね、渚が先に対して、こう、キスの順番を譲る前にですね、まあ、こう、二人ともですね、こう、まあ、口の匂いをね、こう、爽快にするお菓子のところですね。あれをこう、買おうとしていたわけなんですが、まあこう、二人とも手を伸ばすタイミングとかね、その辺まで全部同じだった。 っていうところですね。いやー、なかなか面白かったですね。<laughs> そう。なかなかそういうところが面白かったなぁというところで、あとはですね、自分も直哉にキスをしたいっていう気持ちを抑えてですね、あの場でさっきの立場とかを考えて、こう、サポートに回るって言い出した渚はですね、いや、本当にすごいなぁっていうことを思ったりしました。そういうところで、まず一つ目の感想である、 キスの順番というところ終わっておきます。ですね。で、次、二つ目に入っていくんですが、温泉への道中というところで、直也と咲きと渚の三人でですね、まあ、温泉旅行へ、まあ、ようやく出発していたわけなんですが、まあ、その道中の直也のこう行動とかね、言動とかね、 そういった行動の、まあ一つ一つがですね、まあ面白すぎてですね、まあめちゃめちゃ笑ってしまったなっていうところでした。そう。結構もうその時点で笑っちゃったよねっていう話で、あとはね、こう、個人的にはですね、さっきとなぎさの二人と、こう、手を繋いでる、まあね、手を繋いで歩いてるときにですね、まあ背徳感も含めてドキドキするってなおやが言ってるところがですね、まあこう、なんだかんだ、 なんだかんだで一番笑ったんじゃないかなっていう気がしますね。そう。結構笑ったね、あれは。そう。なかなか面白かったからね。そう。まあ、にしてもね、こう、ナオヤが左右にサキとナビサの手を握っているっていうこの状況っすよね。まあ、その状況を見た周りの人た,人たちがですね、まあ、こう、ひとひとといろんなことを言ったりしているっていうのもなかなか面白かったですね。<laughs> そう。まあなんか周りの人たちの反応が なかなかね、まあ、それもまた見ていて面白いところだったりするんですけど、まあ、なかなか面白かったよね、っていう話で、あとはね、こう、旅の恥は書き捨てだっていう風にね、まあ、こう、名オが言い切っていたわけなんですが、まあ、こう、さっきと、渚さからすればですね、書き捨てられる、まあ、こう、まあ、レベルの恥ではないだろうな、っていうことをね、思ったりしました。まあ、そういうところで、二つ目の、 感想である、温泉への道中というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくわけなんですが、三つ目はですね、宿に着いたもののというところで、まあこう三人ともですね、宿に着いたまでは良かったんですが、まあそこにね、その宿にリカとシノの二人もね、まあこう追いかけてきているっていうところが、まあ普通にね、 まあこう、まあびっくりした話なんですけど、まさかね、こう死のが追いかけてきているっていうふうには思ってなかったんで、まあめちゃめちゃ驚いてしまったなというところでした。そう。まあ、結構びっくりしたよね。そう。理科はまあ普通に、まあ予想通りというか、まあ絶対ついてってやるっていうふうには言ってたから、まあそりゃいいよねっていうところであんまりびっくりはしなかったんですけどね。そう。 まあにしてもねこう、宿の前でですね、先が浮気されているの、まあね、浮気されてるんじゃないかっていう話題ですね。まあ、こうそこに遠慮なくこうシノが切り込んでくるっていうのはですね、まあなかなか予想外すぎてびっくりしたなというところでした。まあね、その時の渚がですね、自分がいることをごまかすためにですね、理科と一緒に来たことにしたりとか、先と、 直おがですね、一目散に逃げていったりするっていうところは、見てみてね、面白かったです、というところですね。あとはね、こう、理科が動画配信者のミリカであるっていうことをね、黙る条件で、まあ、こう、理科を思うように動かしているっていうところを見るとですね、まあ、なはですね、だいぶとこう、理科の扱いに慣れてきているな、っていうことを感じたりしました。あそういうところで、三つ目の 感想ででである宿に着いいたもののというとうころ終わっておきますでですね最後にというパートに入っていくんですが今回ですね、まあ、温泉旅行の準備からですね実際に宿屋まで行くところまでですね、まあ、話が進んでいたわけなんですが、まあ、こう準備の時の渚にですね、まあ、こう服のセンスがないっていうところがね判明してまあ それに関しては結構意外なところではありましたね。そう。またね、こう買い物から帰るタイミングで、なおやが理科からの視線をね、感じ取っていたわけなんですが、まあ、こう誰の視線なのかはですね、分かっていないにせよ、まあ、普通に気づくだけでもなかなかすごいなっていうことをね、感じたりしました。まあ、あとはね、こうラストでお風呂にですね、二人きりで閉じ込められた 理科と直也がですね、どうなるのか。まあこう、そこに関してはですね、次回の話で、まあ、とりあえずね、一番注目しておきたいというところですね。いやー、まあとりあえずね、次回はシノがどう動くのかっていうことも含めて、今から楽しみですというところで、今回の彼女も彼女の第10話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも第1話から第9話の感想はですね、 それぞれ過去の放送で語ってますんでよかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と今日はね他にも2本更新しておりましてエデンズゼロの第20話の感想と大の大冒険の第47話の感想をですねこの2本更新してますんでよかったらこっちの2本もね聞いてみてくださいという話と明日ですね 明日3本更新するんですが、僕たちのリメイクの第9話の感想と、精霊幻想記の第9話の感想、そしてですね、ピーチボーイリバーサイドの第10話の感想ですね。この3本更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てください。というところで、本日1本目のラジオの方終わっておきます。以上、うまさんでした。 それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。